皆さん、どうもご機嫌いかがでしょうかふじゃんでございます。えー、っとですね、今日のお話のテーマなんですけれども、今日はアンチとの付き合い方ということでお話をしていきたいと思います。ま、ああのー、この昨今ですね、SNS とか普及して、まあ、YouTube、まあ、Twitter とかインスタとかね、まあ、いろいろまあツイキャスとかいろんな、あのー、配信サービスとか、そういった SNS が普及して、 みんな個人個人人平等にですね何か作品とか,なんか自慢のものをこう発表できるという,こう発表者としての機会をみんな平等に与えられている時代だと思うのでまあもしかするとね僕の視聴者様の中にも何か YouTube とか始めていらっしゃる方とかねそれから何か Twitter とかインスタとかでご自慢の。 何か創作物の発表とかされてる方もね。まあ、いらっしゃると思います。まあ、日常何か投稿するってことが結構、あの当たり前になってきた世の中ですけど、まあそうするとどうしてもね。あのー、悪い声も飛んでくる。これはもうね。そういったもんなんですよね。当たり前でございます。まあ、僕なんかもそうでね。あのた、ー、い僕のそのデータベースですと、1日にその今まで400本以上の動画を出しているのでそりゃそうですよね。 400本も動画があって、毎日それらが再生されるんだから、全世界からいろんな声が届くわけで。だからもう連日のようにね、それはアンチコメントも、ま、連日ではないですけどね、たまに来るんですよね。でも、そういったものは基本的に僕はそういったものだと思ってるんですよ。だってね、街中歩いてて、なんかこう、すごい可愛い人がいるとするじゃないですか。で、僕が可愛いと思っても、その友達とかは、いやーなんか、ちょっと目が離れてるなーとかね、 思う好みなんか別々でしょで僕がどんなに美味しいと思ったラーメンを友達に勧めてもさ友達と僕の舌って違うわけですからいやこれ俺にとってちょっとな微妙だなあってあの思う方もいらっしゃるしもしかしたらね微妙だなって思うだけじゃなくて直接店主に、ね「これまずいぞ」って言う人もいるかもしれないのでね、まあ、ほんといろんな人がいらっしゃるんだけど、まあ、僕もさすがにリアルで面と向かって。 悪口言われたらちょっとねメンタルやられるかもしれないんだけど基本的に顔も見えない匿名の方々に何を言われたってこんなもんね気にする必要はないんですよ。まあ、皆さんももしかしたらね何かその創作物とかこういろんな発表されてね何かこういいコメントもたくさんある中で何か悪いコメントもこう返ってくることもあるかもしれないんですけど基本的にどんなことでも世の中のどんな素晴らしいものでもねあの絶対一人はねそれをよく思わない人っているんですよ。 100人中100人がいいと思うものなんて存在しないんですよね。だからね、そもそもこんなこと気にする必要もないんですよ。まああのー、最近結構芸能人の方とかね、あの誹謗中傷が来た、えー、その送ってきた相手を結構訴えて、えー、そういったあの風潮とか広がっているので、なんかもう誹謗中傷は完全にアウトだっていう、そういったあのいいムーブメントが広がりつつあるんですけど、でもね人間ですからね、誹謗中傷いくら減ったとしても。 亡くなななることなんて絶対に,永久にないわけですよだからやっぱりね自分のそのやりたいスタイルで、えー、もうねその応援してくれる人のためにねやっていくのが一番いいと思うんだけど僕もあの、まあ、一時期ね、まあ、できる限り万人受けしたいなと思って、まあ、皆さんにこう好かれるスタイルを目指してやってた時期もあったんですけど、まあ、確かにねあの万人受けを目指せばそらあの。 アンチコメントもちょっと減ってね行くんだけどいくら万人きを狙ったってねアンチコメントっていうのは来るもんなんですよだから別にねそこのね努力をしたって無駄なんですよ。だからまあ本当に僕伝えたいのは皆さんも何かねあのー、いろいろ発表とかこうされることがあるかもしれないんですけど本当にもうただただ気にするなということですね僕なんかはねアンチコメント返ってきた際にはもう絶対に僕ねレスポンスをするんですよ あの怒るとかそういったことは一切しなくて例えばね結構たまに顔出しとかする,するし声もね出してるんでたまにこう「お前キモい」とかねこう、うん、ダイレクトなねあのコメントくることがあるんですけどまあそれもねコメントをわざわざ書いてくれたので、えー、例えばこう「お前キモい」とかって言われた場合だと僕はそれに対して「うそうだよねちょっと自分でも分かってるんだよねご,ごめん不快にさせてごめんなさい」みたいな感じで <laughs> の一言ねちょっとこう謙虚に。 返すすんですよそうするとその返事を見るためにまた動画見てくれるじゃないですかだから僕にとっても結構こうありがたい話ですからねまあ,あのそういった意味でアンチの方のこともねあの逆に自分のプラスになるようにあの自分でねいろいろ工夫できるわけですよね。だから本当にこれ考え方一つなんですよ なんかちょっとあのメンタルとかそういったちょっと繊細なあの性格の方とかですとちょっとねなかなかそういったえ発想とかね転換するのって難しいかもしれないんだけどまあできるだけね気にせずにね放置しておくのもね僕はいいと思いますまあその人の性格にもよるしね反論するのもいい,まあい,いかもしんないけどね反論したくなる気持ちもあるけどまあ僕の。 持論だと、まあ、外野はほっといて本当あのありがとうございますって言ってくださる方だけに向けてね僕はあの、まあ、基本的にはやってるつもりではございますねなので皆さんもこの今後ですね何か YouTuber デビューとかして何かこう誹謗中傷とか来たら怖いなとかこう不安に感じられてる方もねもしかするといらっしゃるかもしれないし 何かそういったことが心に引っかかってなかなかこう踏ん切りがつかないんだよねっていう人もいると思うんですけどまあねこれは本当あの何かを発表するということは何かを認めてもらいたいという気持ちがあるからこうやるわけであってそれはね何かをこう目立つことそれはね10人中1人は悪いこと言う人はいますからこれはねそういった法則なんですよ。なののでまあそういった覚悟があのまあま <laughs> ある上でねぜひ発表してもらえればと思います、まあ本当とね自分のやりたいことをやるのが一番ベストだと思いますのでね皆さんも何かそういったことでお悩みの方とかいらっしゃいましたらね是非、えー、できる限り悩まずにですね、まあ、自分の好きなことだけを考えて突っ走っていくのがこれが一番ベストだと思いますというわけで何の参考になったかわからないんですけど僕の 考えというかね、そのアンチの方の付き合い方とか、そういったことをね、お話しさせていただきました。何かですね、僕のあのー、視聴者の方でもね、そういったお悩みとかある方、ぜひ僕にあのご相談いただければ、何の役にも立たないアドバイスとかさせていただきますので、ぜひぜひ、コメント欄、ご活用くださいませ。ではまた、えー、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。